とことんやり込む、どうもなおちんです。さあ今日はマインクラフトダンジョンズの情報が出ておりました。見ていきましょう。ついにマイクラダンジョンズにもネザーが出るみたいだね。これは楽しみ。まあ見た感じでなんか新しい武器も持ってたりするよね。敵もネザーの敵とかがいたりして、これはどんな世界になってくるのでしょう。下の説明文見ていこうか。マインクラフトダンジョンズに熱々の最新ダウンロードコンテンツ、フレームオブザネザー、ネザーの炎が2月24日に登場です。もう少しだね。もう少しだよ。ネザー暗黒界の中心まで誘う6つの新しいミッションに挑み、おなじみのバイオームを全く新しい方法で冒険しよう。勇敢にも燃えたぎるネザーの危険なモブたちに立ち向かうことができれば、新しい武器、装備、アーティファクトも手に入ることでしょう。このダウンロードコンテンツは恐ろしいだけではありません。新しいペットのベビーガストと新しいスキンも含まれています。最新のダウンロードコンテンツを入手して、これまでにないほど野心的なコンテンツをお見逃しなく。とまあこういった説明だけども、新しいミッションが6個、結構増えるね。いつもは3つとかなんだけどね、今回は多めで6個増えて、でシークレットも来るでしょ。シークレットも1つ2つぐらい出るんじゃないかな。ボスも、まあ、2体3体追加されるんではないでしょうか。武器もどれぐらい出るんだろうね。まあ今出てるヒーローが4体いて、それぞれに新しい武器を持ってると思うんで、そうだね、まあ10個以上は新しいユニーク装備は出てくるんではないでしょうか。うん、まあネザーが初めてっていうことなんで、まあどういう敵が追加されるのか、どういう攻撃をしてくるのか、でフィールドはねどんな感じなのか、すごく楽しみです。まあアップデートが2月24日、あと2週間ぐらいか。まあちょっとあるね。でも約2ヶ月半ぶりのアップデート、楽しみです。2月24日からゴリゴリとやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。